はい、集まれ動物の森やっていきたいと思います。ですね、今日もバズレーさんを呼んで、楽しくねやっていきたいと思います。バズレーさんがいたら楽しいみたいなね。でもなんかツイッター見てて思ったんだけど、なんか恐れるべきことがあるなと思って、なんかその予定地に立ててる場所をタヌキが売っちゃうみたいな、本当そんなことあったら本当にタヌキしばくぞっていうね。ないことを願いたい、本当にね。しずえさん、そう思いません？おはようございます。はい、午前5時です。もう本当ね、午前に撮る方が多くてなんか申し訳ない。うん、そうだね、現実桜咲いてるのかなって全然見てないんだけど。ありがとう、嬉しい。あの桜使う系のレシピが全然なくて、あ、嬉しい。これはありがとう。はい、いつも通りのね、2万円ですよ。はい、あ、今日風ないね。これなんか昨日風がすごくて、あ、よかった、ウリードジだ。なんかすごくて、ここ風が。で、これね、飾ったらボン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 揺れてるから面白いなと思って、で、これです。なんかうちにある唯一ある桜系のやつ。あ、ジョニーだと。何もこれなんか全部もらってないね。ちょっともらっとく、いい加減。ジョニーのだけはもらっとくわ。はい、そう、ジョニーいたから一応やってみたの、初めて。ピザのシャトー？うわ、思ったよりでかい。あ、でも、ワンチャンあり？あ、これね、これ個人的に気に入ってて。はい。焚き火の、じゃ、キャンプファイヤーの前で寝る女っていうね。で、このバズレーさんにもらった服を使っての、コーデのあれはなんか勘違い森があるみたいな。頭に卵乗せてね。あ、いないね。よし、バズレーさんを呼ぶ前に。いや、めっちゃあれだな、化石的なのあるな。でもそう、朝ね動画を撮ることの一番のネックなポイントはあれよね、なんかよいしょ、住人が誰もいないところよね。こればっかしはもうどうしようもないんだけども。わーお、絹代さん。はい。あ、相談事があるんですけど、なんでしょう。栄養にすればよかった。うん。ああ、やっと、なんか全然立たないなと思ってたの。うん。お店よ、あ、嬉しい。うんうんうん、場所さえ決まればすぐに来る。なるほどね。オッケーオッケー、いいよ。どうしよう、どこにする。うん、なんか風の音がする。あ、これ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 、島のね、島じゃないわ、役場の旗変えました。多分みんなわかるよね、あのナイトメアビフォークリスマスのジャック・スケリントンです。ちょっと待ってよ、とりあえずこれだけじゃ、なんでパチンコ。はい、あ、卵いらん。卵ね、賞味ちょっとねあれなのよね。はい、マイル結構あるね。どうしようかな、とりあえず。なんかこことさ並べた方がいいのかなって気もするよね。ちょ、邪魔だなこの家。邪魔だな、まあ、しゃあないな。ここどう、
まあ、結構あり。もうちょっと寄せれるのかな、こっちに。寄せれるなら寄せたい。あ、いけるね。え、こ、想像しよう。あ、かわいい。かわいいな。どうしよう。まあ、でも、後々国連も別にさ、移動させようと思えばできるよね。だったらもう、ここでいいかな。あ、ダメ。これさすがに近い。なるほど。じゃあ、ここだね。はーい。ここにします。ちょっと、抑えの家がますます、ちょっとどいてって感じになってるけど。はーい。嬉しいな。じゃあ、下には、ね、服が買えるということでね。ちょ、靴買いたくて、この、いつまでこれ履いてんのみたいな。めっちゃ飛んでない?はい。全然当たんない。卵ばっかり。はい。あ、違う違う違う。はい。え、服は売ってくれないの?よかった、売ってくれる、嬉しい。靴、靴、靴、靴。え、これ可愛くない?レインブーツ。雨降ってない。え、これかわいいよ。買っちゃおうかな。はい。かわいい。はい。あとはいいや。はい。じゃあ、トリマタヌキ。タヌキはいいや。タヌキ無視しよう。じゃあ呼びますね。はい。あ、これ忘れてた。はい。あ、4000もある。嬉しい。とりあえずお客さん呼びます。ちょっとこのお客さんを呼ぶときね、一回止めなきゃいけないのがめんどくさいけど。はい、バズレーさん行きます。招待する。え、もうこの瞬間すごい。もうなんか、ああ、かわいい。どうしたの?ほんとね、先ほど多分帰ったと思うんだけど、今すぐ来てもらうっていうね。マジかわいい。これバズルさん引っ越してくるまで、毎回これ言うよね、私多分ね。かわいい、かわいいって。ああ、運動してる。私もやりたい。よし。バズレーさんのミッションをやりましょう。きっとね、なんかさ、初日はなんかすごく簡単なものだったけど、どうなんだろう、毎回あんな簡単なものなのかな。だったらもうなんか何も怖くないけど。はい。てか、いい加減橋のお金払うべきよね。本当にそれをもう、1日2万円しか稼がないのやめようかな。いや、なかなかね、マイル稼ぎはするんだけど、お金稼ぎまではいけないよね。はあ、もうなんか、あー、かわいい。あ、今日は飾ってない。捨てちゃったかな。でも全然いいの、あんなの捨ててくれて構わない。かわいい。ほんと?なんか、低い庭石?低い庭石。でもレシピくれるの嬉しいよね。これでレシピくれなかったら詰むもんね。任せて、大丈夫。信じて。はぁ。ちょ、頑張ろう。低い庭石って何?ちょっと、とりあえずこの辺に、でも足りるかな?素材ね。置いて。これか。はい。なんかもう渋くない?庭石が欲しいなんてね。あれよ、やっぱり日本のそういうのも良さもわかるみたいな。やっぱ素敵女子だよね。用語の仕方が。こ
本当にこれ欲しいの？なんかリアルじゃない？だいぶリアルだったけど、ちょっと待って、足りないんだけど。しかもあ、ちょうどある。これでさ、石を出してしまえば、よいしょよいしょ。いや、今日もバズレーさんから服をもらいたい。別にこの服が嫌ってわけじゃ、あー失敗した。ショック。だいぶショック。マジか。はい、まあ、でも2個あればよかったはずだから、まあいいや。よいしょよいしょ。はい、庭石ね。庭石作れるのやばくない？はい、さすがにこれは DIY できないだろうから、ちょっとどうするのって話なんだよね。さてさて、バズレーさんは何をくれるのかっていうね、私に。あー、かわいい。じらさずに教えてちょうだいってさ、っていう時の顔かわいい。完成したよ。はい、どうぞ。あ、またって言ってる。それも嬉しい。あ、ボーダーのタンクトップ。ちょっと待って、タンクトップ、タンクトップ。あ、どうしたらそんなに優しくできるのかすごく興味があるんだけど。何回か来なくても分かるって。私はバズレーさんにだけは優しいから、それだけは。それだけは絶対ですよ。なんかさ、かわいいよね。耳ブヨンブヨン動いてるよ。この島の子ってすごく親切なのね。私だけよ。優しいの。でもここの住民なんて、失る、住んでみよう。そうね。せめてあと1回だけでも通ってみたら。わかった。やだ、かわいい。この島に恋してるのかしら、だって。いやー。いやー、ちょっと写真撮ろう。待って、そうだ、着替えようか。バズレーさんがくれたタンクトップ。うわ。やばくない？なんか、どうしよう。何この服装。やばいやつじゃん。ちょっとこれに着替えるわ。あ、これかわいいね。ちょっと待って。カメラカメラ。バズレーさん、こっちですよ。バズレーさん、こっち見てください。ちょっと。アップアップ。アップアップ。バズレーさん、前を見ましょう。今必死にちょっと、前を向いてほしい。あ、めっちゃ可愛い、尻尾。近いな。間違えた。せっかく今いい感じだったのに。これ何？縁なしってどうやってやるの？あ、これ、あ、なるほど。こうね。完璧。ちょ、私が邪魔。バズレーさん、こっちですよ。向いてくれない。リアクションすれば反応してくれるかな。どうなんだろう。R ってしたら何？バズレーさんはこっち見てくれない。いや、なんか反応してるっぽくない？ちょっと、ほんとこっち見て。なんでこっち見てくれないの？どうした、バズレーさん。やばい、ここだけでさ、終わるよ、今回の動画。バズレーさんと写真を撮ろうという企画で終わってしまう。バズレーさん、こっちです。前を向くんですよ。
あー待って、めっちゃ可愛い。あ、よくない？二人で流し目しちゃう。ちょっと待って、写真で撮るんだっけ。かわいい。アズレさん、じゃあまた明日です。はい。いい加減にね、多分進めって話なんでね、ちょっと。いや、でも全然。なんか、そっか、明日来たら、もうあれなのか。次で引っ越してきてくれるのかな。下手くそ。多分卵だと思う。ほら、なんか卵さ、あれよね、もうちょっとなんかレアリティのあるアイテム扱いした方がいいと思うんだけど、どう？こんなに出ちゃうとさ、ねえ、蝶が止まってる。あ、桜の花びら取ろうかな。うえい。そうだ、静江にもらったさ、なんか花見がどうのこうのっていう DIY もしたいな。よいしょ。なんか島の評価聞きに行く？なんか草は全部抜いたの、一応目に見える範囲の。だから多少評価が上がっていてもいいんじゃなかろうかっていう。なんか島の旗ね、マルコにしようと思ったんだけど、なんかあんまり可愛く描けなくて。よいしょ。はーい。評判について。何これ、あのさ、ゆうたろうしか意見してないもんして。なるほどね。なんでもないです。はい。そう、このね、頭にこれをつけるために私わざ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 ね、髪の毛変えたからね。一回島行くか。おしゃれヘアカラーベスト8っていうのも気になるけど、どうせ黒から変える気がないから。レンガの壁かわいいね。レンガの壁かわいいな。うん。この辺ね、なんか、あ、これ欲しい。ちょっとあれだね。次のベルじゃねえや。マイルの貯める目標はもうこの辺を。色かわいい。ね、めっちゃ色かわいくない？でもなんか私の中でなんだけど、なんか住人が一通り、まあ10人とか、10人だよね確かマックスね、が揃ってから、なんかそのしっかりとした島整備はしていきたくて、がっつりのね、道引いてみたりとか。だからそれまではちょっと今一ダラダラしちゃうよね。はい。何すればいいの？もうだからあれだね、本当に島の評判だけなんだね。なるほど。でもそこが一番やっぱり難しいところよね。アフレーさんの後の住民はもうどうしようかな。個人的にチーフとロボは絶対欲しくて、うん。なんで、まあ、そこだけよな。あとは、まあ、なんとか。後々でもいいしね。はい。お出かけしたい。いい子いたら、もう呼びますよ、今回は。本当に、前回のツンドラの悲劇を忘れない。今ね、ちょっとツンドラアミーボカード持ってないんで、もう買おうか今悩んでるからね。それぐらい本当に悔しくて。ピンクだし、可愛いなと思って、しかも狼じゃん。だから、
ちょっとね、豚さんと入れ替わりぐらいの勢いで。はい、Good luck。 ん？なんだ？なんか見たこと、え、見たことない、誰？本当に見たことないのかな。あ、ちょっと、あなたは誰ですか？トビオ。トビオ、ちょっと顔がよく見えない。ちょっとそっち行かないで。ああ、でも可愛くない？割と可愛い。へえ、可愛いね、素敵だね。へえ、消しとくね。危ないから。可愛いけど、うちの島にはいらないかな。なるほど。なんかワンちゃんね、本当に。もう帰ろう。帰りたい。はーい。なんかダラダラしちゃうけど、もう一回行っていいかな。2000マイルあったよね。このマイルの使い方本当に良くないなと思う。でもなんかワンチャン、その絶対に島に欲しいなっていう住人は今のところ7か8は決まってて、早々に決まってるなって話なんだけど、7か8は決まってるから、でもそのうちの一人のあるバズレーさんに関してはもうちょっとじゃん。だから、それはいいんだけど、残りの、まあ、6、7人を、こうやってね、別にアミーボを使って、全然、カモーンってやればいいんだけど、やべ、80マイルしかない。大丈夫、大丈夫、すぐ溜まるからね。うん、今日の夜頑張りますよ。本当に。本当かっていうね。いつもだいたいね、なんか、夜の深夜の3時ぐらいになって、やべやべ、5時来ちゃうよって言って始める。全然その前からやれるんだけど、ちょっと YouTube とか見ちゃうよねっていう。本当よくない。じゃあもう今回はこれで終わりますよ。これを言って、いい子いたら、カモンって言って、ダメだったらもう、なんか通信で行きたいよね、どっか。行きたいけど、なんか私がまださ、人様を呼べるような島にしてないしさ、ねえ、なんか。が故に人様の島行ってもなんか、あだこうだ言えるね、立場じゃないじゃない。その辺ネガティブなの。あーなんか、どう？いい感じ？ Good luck。 さてさて、最悪、最悪、もう帰ろう。ちょっと喋る？うわ、こいつ知ってる。待って、名前待って、わかる。タモツ？あなたはタモツ？あなたはタモツよ。うひょって言ってる。ちょっと気持ち悪い。ハート出さないで。最悪。消しとくね。うわー、大外れでした。やっぱダメか。でもね、ちょっとマイル溜まったら、なんか順でやってきたよね。なんかマイル溜まりました。で、なんか前回はほら、ポケット増やすのに使ったじゃん。だから順番にしたい。なんか今回はマイル旅行券に消費しちゃったから、次はもっと有効的なものに使って、次またマイル旅行券でこうガチャろうかなみたいな感じでやっていこうかな。はい、じゃあまた明日ね、バズレーさんに会うために。大丈夫これ、私なんかそう不意に思ったんだけど、毎日動画撮ってるじゃない。
なんかでもそんなに言うほどさ、まあ、進展はないじゃない、大丈夫かなと思ってね、こっち見ないで本当にね。まあいっか、でも動物の森ってそういうものよね、ゆっくりやっていくものよね。はい、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。